はいどうも、メダカッキーです。本日はメダカの水槽の pH を下げる方法、 pH を下げる方法といった動画でございます。先日のメダカの美しい体色を最大限に引き出す方法の、続きみたいな感じになると思います。はい、メダカの体色をね、最大限に美しくするのは、餌とかね、いろいろ飼育技術とかあるんですけど、結局水替えをすることですよと、水を汚しすぎないことですよという話をしました。はい、続きなんで、映ってるメダカさんは変わらないみたいなね、いつもの手抜きクオリティなんですけど、ただですね、今回ですね、視聴者さんの方からですね、メダカさんの名前を入れてほしいということで、大したメダカじゃないわけですよ。何かの偽物とかもどきとかパチモンとかそんなばっかなんですけど、今からはね、メダカさんの名前を入れていこうと思ってますので、入れてない時もあるかもしれないんですけど、そこを許していただければといった感じです。ではですね、本題にね、入っていこうかなとは思うんですけど、今回はね、どちらかというと外飼育の方たちよりは室内飼育の人たちに関係あるかな。水槽ってやっぱりね、クリアな水で見た方が綺麗ではあるので、グリーンウォーターだとね、室内で見えないし、あと匂いがねしたりすると家族からおいこらメダカやめろってなっちゃうんで、なるべくクリアにしてた方がいいと思うので、pH を下げる、 pH を下げるお話をしていこうかなと思ってます。日本の水道水って地域の差はあると思うんですけど、だいたいアルカリに寄ってると思うんですよ。で、その水道水の、高い、pH を、下げて、メダカさんに適した飼育水にしようという話なんですけど、そもそもメダカさんがですね、酸性からアルカリ性までもうすごく広い幅の水質に適応できちゃう、もうミラクル魚なわけですよ。ね、洪水で流されて海まで行っちゃったけど大丈夫ですよみたいな感じでね、非常にメダカさんって飼いやすいお魚ではあるんですけど、室内で飼う方って、メダカだけね、ペアタンク、何も引かずにメダカさんだけ入れて飼うっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、やっぱり見て楽しむためにですね、水草入れたりとか、そこにね、砂とかね、泥とか引いたりすると思うわけですよ。そうするとね、水草植えちゃったりすると、やっぱりメダカと一緒にエビなんかもってなると、エビだとやっぱり弱酸性とか中性ぐらいが好きなので、どうしても飼育水をアルカリよりは中性弱酸性ぐらいに傾けていった方がうまくいくんじゃないかなと思ってね、今日こういう話をしようと思ってます。どうやって下げるんですかという話なんですけど、その前にですね、基本アクアリウムで適してる pH っていうのは多分 6.0 から6.9 ぐらいの水質で軟性ぐらいですね。軟水ですね。軟性じゃない。軟性ってなんだ軟水ぐらいがやっぱりお魚さんが好むと思います。いろんな魚に対応できると思うので、そういう水作りができると、メダカ以外の、憧れの熱帯魚なんかもですね、飼育することができますので、メダカの飼育をすることによって、そうですね、他の魚を飼うためのスキルをアップするっていう感じですかね。一番手っ取り早く、pH を下げる方法、そうですね、ソイルを引くことです。ソイルって何ですかって、あの泥みたいなやつですね。ソイルを引くことによって水草なんかも、飼育することができるので、それで下がります。あとは何もしなくても生き物飼ってたら下がっていきます。飼育水にですね、アンモニアが溜まるわけですよ。で、アンモニアが溜まると消化バクテリアの作用で、硝酸塩に分解されますよと。そうすると酸性に傾いていきます。でもこれって汚して酸性に傾いてるわけなんで、あんまり良くないわけですよ。だから適度に水替えしてくださいという話なんですね。で、水替えするときに酸性の水じゃなくて、また水道水を入れるわけなんで、若干ね、アルカリになっちゃうんじゃないのって話なんですけど、そこでね、急激に下げなくてはいいんだけど、徐々に下げるために何を使うっていうと、さっき言ったソイルですね。
はい、まあソイル入れたら下がります。まあ他にどんなものを入れたら下がるかっていうと、まあ、水草なんか入れても下がります。はい、もちろん下がります。さっき言いましたね。あとですね、露材にですね、パワーハウスとかいうやつがあるんですよ。まあこれはあの弱酸にしてくれるやつですね。これも下がっていきます。もっとね、pH 下げるやつもあるんですけど、それまでは入れなくていいかなといった感じです。あとはそうですね、マジックリーフなんか入れると下がります。はい、マジックリーフっていうやつはあのブラックウォーターにするやつですね。桃玉菜っていう木の葉っぱなんですけど、これね、沖縄行ったら街路樹で生えてるんですよ、桃玉菜。沖縄にいる人が羨ましくてしょうがない。僕沖縄に旅行行った時もめっちゃ街路樹拾いまくってましたからね、街路樹の葉っぱをですね。であまりにも拾いまくってて、まあ警察の方にね、若い頃それで職質されたことがありますね。何をしてるんですかと昨日もいましたよねみたいな。ずっと下向いてうろうろしてるんで、やっぱりね、生えてるの取るといけないなと思って、で、まあ正直に言いましたよ、こうやって撮ってるんですつったら、なんか鼻で笑われましたけどねまあ拾っているから、まあそれはいいよみたいに言われたんですけど、まあ街路樹ね、拾うのはどうかなと思うんですけど、はい、買うと高いんですよ、マジックリーフ。はい、でこのね、マジックリーフいいはいいんですけど、まあブラックウォーター黒くなっちゃうんで、まあ、透明じゃないので、まあ、見にくくはなりますよね。見にくくなります。ただね、エビなんかはね、このマジックリーフがね、こうふやけたりしたやつを食べてね、産卵促進なんかされるんで、エビなんかが増えるので、まあ、このマジックリーフを入れた水槽にエビとメダカを飼ってて、エビを増やして、そのエビを他の水槽に入れるなんていうことはできるかもしれないです。でブラックウォーターにしすぎるとですね、まあ水が黒くなっちゃうっていうか、色がついちゃって、まあ光が届きにくくなるんで、水草飼育には向かないかなといった感じですね。あとですね、エビの飼育とか、まあメダカの稚魚なんかもですね、の飼育にも向いてはいるんですけど、なんかね、メダカの産卵は抑制されるとか前聞いたことがあるんですよ。なんでまあこうなエビをね増やすとか、そういう方にはいいかもしれないですね。あとどうしてもアルカリから下がらないっていう方はマジックリーフで下げる。あとはそうですね、まあ、流木なんか入れてアク抜きしてでもやっぱり下がるんですよね。入れると、はい、下がっていきます。まあ、わざわざね、メダカ飼育に二酸化炭素のね、添加装置つける人とかもそんないないかなとは思うんですけど、まあこんな感じでね、下げることは可能なわけですよ。でもわざわざもうメダカのね、卵取ってもうガンガン増やすと、室内でもガンガン増やしたいという方もいらっしゃると思うので、そんな方たちにね、わざわざね、まあそこにね、その砂引いたり土引いたりするのはめんどくさいっていう話になるじゃないですか。そういう時はですね、はい、まあネットに、まあみかんネットみたいなやつでもいいですよ、そういうのに拳台ぐらいちょこっとだけですね、このソイルであったり大磯砂みたいなものを入れてあげるっていう方法もあります。はい、説明してませんでしたね。大磯砂ね、アルカリによるからダメだっていう話もあるんですけど、なんで大磯砂アルカリによるんだって話なんですけど、まあ海から取ってきてる、まあ、砂っていうか石なんで、そこに貝殻とかそういうのが混じってるから、それが溶けてアルカリによっちゃうよっていう話なんですよ。まあでもですね、長年使ったりちゃんと洗って、使えばそんなにアルカリにガンガン寄ることはないです。はい、大磯砂中性によるんすよ。だからもう昔大磯砂買ってて金魚とかの底に空いてたけど、やらなくなって大磯砂外に放置してますとかあるじゃないですか。ああいう大磯砂を、まあ、ネットに入れて水槽の下に沈めておくと、はい、水質安定しますので使ってみてはいかがかなと思います。まあクリアに保つ、中性ぐらいに保つっていうことによって、そうですね、まあ
苔なんかが生えるのも抑制してくれるので水槽飼育としてはありなんじゃないのかなと思います。はい、やっぱね水槽飼育してるとどうしても苔生えてくるわけですよ。まあヒゲ状の苔ですか、あのビロビョンって長いやつですよ、とかこう茶苔みたいなのはやっぱり pH とか水の高度が高くなると生えちゃうわけですね。であまりにも pH が低いとなんていうんですか、斑点みたいな感じの苔が生えちゃうという感じなんですね。まあ基本やっぱりこれって、まあ、水の調整がうまくできてないからなってるので、まあ、水替えをしつつですね、はい、水の調整をして苔の抑制をしてもらえればなと思います。はい、ごく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 ですね、一般的な何かの本を見て喋ったような話をしましたけど、はい、なんかねこういう動画もたまにはやらないとなと思ってせっかくね新しくチャンネル作り直したんでね、まあ一から自分も勉強だと思って、はい、ごく基本ですけど、まあ改めて、アクアリウムの基本を学ぶことによってですね、もうメダカだけではなくですね、はい、メダカ以外の魚も飼えちゃうようにぜひ皆さんなってほしいんですね。はい、まあ自分がなりたいっていうのもあるんですけど、まあそういう感じでね、こういう基本的な動画も作っていこうかなと思ってます。はい、それでは皆さん、水の調整がしっかりできると、はい、メダカさんの飼育がちゃんとできると、メダカだけではなくアクアリウムのプロフェッショナルを目指しましょうといった感じです。それではメダカキーでした。バイバイ。